最後はビローズさんというお店です。かわいいな、ランドセル。かわいいね。すごいね。よし、中行くよ。見に行こう。うおー、きれい。なになになに、あれ、早速なに早速なに、あ、これがいいの。かわいいね、かわいい、かわいい。あ、ランドセルだったよ、見に来てるのは。見て見て、ランドセルさ、いろんな色あるけどさ、これがいいな。すごいっすね。なに、昭和の時代と全然違います。見て、これ、ね、今、お色もかなり増えて。すごいっすね、形とか。はい、昔は大容量ねえ、大容量。やはり今の子供はあれですか、言えるものが増えて。パパとマスク代よりもサイズが大きくなっているようです。学校で使われるようになって。ああ、そうなんですね、はい、あ、昔はシャーペンもダメだった。鉛筆して鉛筆してね、はい、今撮ってみたら、ちょっと、うん、お姉さんに聞いてさ、いいなって思うやつさ、これ撮ってみますか、これ撮ってみますか、撮ってみる、上げてみたら、はい、どう、いいね、おー、いいじゃん、いいじゃん、鏡があるから見てごらん、あー、かわいいじゃん、あれ横見てさ、見てみ、そう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 、どう、あれ、ちょっと嬉しそう。あっちもあるね、かわいいじゃん、かわいいね、どう、そうって感じ、いい感じ、いい感じと、気になっていた薄紫のランドセルを気に入ったようです。肩と、大きさも問題なさそうです。平行になっていれば、大きさ問題ないと思いますので、あと、痛いところないですか、ない、ない、大丈夫だね。他のランドセルも見てみます。あ、これなんかモコモコしてるじゃん。あ、ほんとだ。あ、みんなピンク、これさ、最初肩ラグ見ていいなって言ってなかった、言ったよ、言ってたよね。あ、これはひなカタログ見ていいって。そう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 。こっち撮ってみますか。やってみる。撮ってみる。はい。これ模様が違うだけですか、さっきと。はい。基本的なサイズ、重さはすべて共通なので。ああ、そうなんですね。これどんな感じなの？あ、軽い。よいしょ。どうどう。あ。いくよ。はい。チーズ。カシャ。オッケー。いいね、いいね、かわいいよ、ひな、え、パパ背負ってる、本当だ、パパ女みたい、え、女みたいじゃない、やっぱ男だもん、え、どっちでもいいの、どっちでもいける、はい、どちらでも大丈夫です、ちっちゃいよ、これ、これ丸い、パンツかい、パンツかい、できない、リュックできない、今まで公認はちょっといらっしゃらない、いないですね、全然いけるの、あ、何これ、こうなるの、こうやって、あ、自動で閉まる、自動で、うう、あ、自動で閉まるんですか、はい、自動で持ってる、こういうの、わ、これめちゃくちゃいい、これ閉め忘れてこうやってやった時に教科書が出る事件が起きない、今までのあるあるですね。え、でもパパのだからやめて、パパの、あれ、ひな、次背負ってんの、こちら、ランドセルカバーをつけて、うん、カバーもかわいい、かわいいですよね、残りの前をご覧ください、バッチリです。はい、チーズ、え、かわいいじゃん、いいよいいよ、くるくる回って、かわいいかわいい、この色がやっぱり人気なんですか、人気の色は今背負われているこのカームライラクが昨年は一番人気でした。あ、パープル、はい、パープル、そうなんだ、ランドセル業界全体でパープルの人気が高くなっております、はい、ああ、はい、あれは艶のタイプ、そうですね、この艶の色、これ新色ですか、はい、新色です、新色だって、今お持ちのレッスンバッグですが、はい、ランドセルの内装の柄とお揃いなので、コーディネートして購入される方が多いです、はい、あー、すごい、あー、そういうことね、あ、どういうことですかね、ランドセルの柄と下げバッグの柄がお揃いなので、あー、手下げバッグのことですね、はい、そうですね、あー、なるほど、
それ、ののも、あ、のの開けたいの。あ、開けました。ひな、どれがいい？ランドセル。うん、もうひな決めな。決めた。決めた？ひな決めたの？うん。どれ？悩んでるじゃない、決めたじゃないの。ないの？あ、どれ？忘れちゃった。これじゃ、これ、うん、これもう一回いいですか？これがいいみたいなんですけど、カバーついてない方がいいですか？どっちがいい？カバーついてる方とついてない方。カバーついてる方。紫のそれか、まあまあいいんじゃない？はい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 。どうですか、似合いますか？似合ってます。あ、よしよし。最近はランドセルにつけるリボンもあるみたいです。この蝶々の部分が車のライトで光るので。ああ、そういうことね。はい、はい、反射材になってます。蝶々の、そう、蝶々の部分、こっちがいい、こっちがいい、こっちか。こっちだったらこっち、こっち。あ、これも、セットでついてくるんですか？あ、別売りです。あ、オプションのね。なるほど。このセットでいい？早いね。ちなみに他の紫だと中の柄が違います。見てみますか？見てみな。ランドセル選びが楽しいみたいで生き生きしています。すごいな、ひなが生き生きしてるな。あ、これだと少し、あ、柄が違うんだ。はい、ちょっとあれですね、こう 和風というか洋風というか、スプリングガーデンという、そういう、はい、そういう感じですね。大人っぽい。わかります、わかります。ね、いいよね、スプリングガーデンね。ちょっとパパさ、お値段聞いてくるから。ギャップ、お値段、ギャップ、一番重要だから。一覧が、あ、お値段ですか、これが。そうですね。いくら？ランドセル、ベースラベンダー12万なので、はい、7万3000円です。7万ですね。7万ですか。はい、7万か。なるほど、結構あれですね、お高いですね。そうですね、今のランドセルって値段結構幅があるんですけれども、はい、あの6年間の保証もついております。あ、保証もついてるんですか？はい、グリーローズのランドセル無料の修理保証もついております。無料で、はい、ご入学からご卒業までしっかりお使いいただけるようにサポートしております。はいはい、それはいいじゃないですか。はい、じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。ひな、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 来たよ、来た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 、ひな、来たよ、ひな、来たよ、ランドセル、ランドセル来たよ、ひな、ほら、ひなのやったじゃん。ええー、もっと喜んで、喜んで。生きてる、生きてる、やった、開ける、開ける、うおー、来ました。うわ、すごい、やった、ランドセル。うわすごい、すごい立体感ある。シャカボこのランドセルに行こうかな、ひなた。かわいい。かわいい。わあ、かわいい。似合ってるよ。くるくる回ってください。ランドセルのお披露目です。くるくる。ああ、いいじゃん。やっほー。今。じゃあ。はい、ジミ見て、できました。あ、かわいいです。